きれいに盛り付けられたサラダやチンジャオロース。今年5月、甲府市のリッチダイヤモンド総合市民会館にオープンしたレストラン七色です。1000円でビュッフェを楽しむことができ、大人同伴なら4年生以下の子どもたちは無料。オーナーの手塚誠二さんも子ども3人を育てるお父さん。食事を通じて子育ての応援をしようと店を立ち上げました。今の現状厳しい時代なんですね、物価高とかで。でやっぱりご飯を食べに行くっていうことをやっぱり拒んじゃう人たちが多分多いと思うんです。それを少しでもね、お母さんのお仕事の後の家事を少しはこう楽にしてあげたりとか、こうなんかいろんなことを思って、まあ、今回はこのお店を開かせてもらってます。昼と夜の営業で平日は100人から130人、週末は200人を超えるお客さんでにぎわいます。やっぱこういうところでいっぱいいろんな種類、野菜を食べてくれたり、魚を食べたり、肉を食べたり、いろいろ食べさせてあげれるとよかったなって親的に思います。いつも野菜家だとあんまりやっぱ食べなくて時間がすごいかかるんです。でも今だとペロッと一皿食べちゃってたので、やっぱ場所も違うし味も美味しいんでしょうね。手作りで野菜をふんだんに使った料理が手塚さんのこだわりです。40種類から50種類の間は必ず出すようにはしています。見る方からすればそのくらいあると圧倒もしますし、あーってなるんで楽しいじゃないですかすげーってなるんで。とある平日の午前2時、実は手塚さんレストランとは別にカット野菜の工場の経営というもう一つの顔が。レストランで彩り豊かな野菜をふんだんに提供できるその理由は、自身の工場でカットした野菜を使ってコストを抑えることができるからでした。手塚さんはこの後市場で野菜を仕入れ、家に戻って子どもたちの朝の支度を手伝ってまたレストランへ。この日もお店には多くの家族連れが訪れ、たくさんの料理に舌鼓を打っていました。やっぱり自分はもともとやりがいがあってやってるものなんで、楽しみの方が強いっていうか。でも眠い時は眠いですよ給食がなくなる夏休みは子どもたちの食費に悩む親御さんも少なくないといいます。手塚さんは月、木、金の週3回高校3年生までを対象に40食限定で無料のお弁当を提供することにしました。この日のメニューは夏野菜を使ったカツカレー。ボリューム満点のお弁当に子どもたちも嬉しそう。お腹空いてる時にすごいお腹がいっぱいになるよ。すごい幸せ。カツとカレーが合うから美味しそう。オープンから3ヶ月、七色は多くの子どもたちのお腹をいっぱいにしてきました。オーナーの手塚さんは心がけていることがあります。小学4年生の方もお客様なんですよ。そこが大事で、ありがとうございますっていうことも声かけたり、いらっしゃいませって声かけたり、いっぱい食べてってねとか、無料とは書いてありますけど保護者同伴ですし、お金はちゃんともらってますので、ちゃんとした商売として心がけてます。ごめんなさいごめんなさいって親が頭下げてるシーンなんて子供見て喜ばないんで、ありがとうございました、ごちそうさまの関係でいいんですよ。そういう中でいてほしい。
店にあふれる笑顔。幸せは食が運んでくれる。手塚さんはそう信じています。ありがとうございます。